じゃあ僕、直前らへんにそこ通ってて、で最後アドミンで見てました。でセキュリティ1のメッドベイ1でストレージが最後3だったから。絶対嘘じゃん。メッドベイ1よ。メッドベイ2ですね。はい、あ、メッドベイ2か、ごめんなさい。きたー、ピカちゃんと。でももうピカちゃんとだった。ピカチュピカチュピカチュあ、押されたよーし。はーい、まあ押した理由はピガクロスさんが押したそうにしてるからヌツメが押してやろうと思って押しました。以上です。ありがとうございます。間に合わなかった。どんな気持ちですか？悔しいです。だろうな。ザブングルだ。ザブングル、テンション低すぎるでしょ。ザブングルだ。今触れるんだ。解散したてね。今触れるんだね。今触れるんだ。解散したよ。解散してる。そうなんすか。悔しいです。って言ってない人の方の方が芸人辞めちゃって。そうなの。そうなの。そうそう。本当に悔しいじゃないですか。あのもう一人の方はソロ芸人として今後やっていくっていうニュースが、そうなんだ。ちょっと前に。マシンつけてプラスやったみたいな感じなんだ。初めて。まあでも彼本当に悔しいとき悔しいと言ってなかったし。そうそう。なんならむちゃくちゃ真面目なんですけどね。あの方ね、将棋もすごい好きで。あ、そうそうそう。名前もあゆむ、あゆむさん。顔がね、将棋だもんね。そうそうそう。顔が将棋で。丸口だろ。なんかね、お兄ちゃんが将棋好きかなんかでつけられたんですね、確か。顔が将棋。顔が確か。じゃあスキップで。お、いけ、しめ、なんで、なんで。よし、頑張りますよ。じゃあタスク引き続き、ね、はい、もう一回頑張っていきましょう。お願いします。はい、あにしたいか。いいですか。ストレージで藤宮さんが肉片となってました。あ、停電前すれ違ってます。ストレージで割と直近です。ストレージのどこですか。あ、真ん中右、ゴミ捨てタスクの結構上、あの通路から出た瞬間ぐらいのところ。ストレージ通ってアドミン入るんだったら普通に気づきます。あ、ストレージ通って、うん、絶対気づく。あ、じゃあ僕、直前らへんにそこ通ってて、で最後アドミンで見てました。でセキュリティ1のメッドベイ1でストレージが最後3だったから。絶対嘘じゃん。メッドベイ1よ。メッドベイ2ですね。はい、おつ。あ、メッドベイ2か、ごめんなさい。それそれそんじゃ、まあ、はい、はい、まあでもアドミン、まあいいや。バクト原産し、はい、ズボンしか直近なら原産難しいかな。うん、なるほど。最終停電直したのゾニキエレクトリカルです。はい、アルマさん、はじめ大津側で見たけど結構古い情報一応。ああ、そうですね、最初大津で一緒に作業してました。ナビゲーションで見てます、その後。O2 のサボが終わって、ウェポンでタスクやって、ナビゲーション行った時アルマさんいて、
で、下ってった時に先端さんが、ナビ方向に走っていって、うん、ジーミアさん、ゾニキさんとすれ違ったけど、アルマさんは見てないですね。なるほど。あ、そうだ、ピカクロスね、最終位置はね、あのシールド。あ、そうですね、ピカクロスさん、右上ら辺でナビゲーションですれ違いましたもんね、うん、僕と。うん。で、停電最中も、その、あのサスクやってたって感じかな。ピカさんって、誰かすれ違ったとかある？今すごいグレー、両主体に対しての真ん中位置ぐらいだからグレーポジか。僕すれ違いましたよ。藤宮さんとピカクロさんか。うん。で、ゾニキさんの順番すれ違ったかな。はい。何です？竹尾さんでセキュリティですか？セキュリティですね。カメラ見てました。見てました。情報出せるんですけど、まあ次の機会に。はい。はい。どうします。ギリ見られてなかったか、ナビに入るの。はい、押しました。カメラ情報とかで、アルマさんのあれとかは、僕が多分見てたのが、呼ばれる10秒くらい前からなんですけど、見たときに、トの字の方で、はいはい、サンドスさんがカフェテリア方面からアドミンに入って、はい、同じタイミングでストレージからアベレージさんがアドミンに入ってます。で、ゲンさんは十字路から、メドベイの上の廊下から、メドベイに入っていきました。で、その、まあ、3秒ぐらい後かな、センターさんがメドベイの中に入ってきました。そこまでですね、僕が見てるの。センターさんは右方向からっていう。そうです、ですもちろん。ですよね。ゾンビさん、違ってますか。初動から聞いていいってんだろう。僕ですか、初動は、ストレージの給油やり行こうとして、うん、オーツになりましたね、確か。オーツになった。で、オーツになったんで、うん、オーツ直して、うん、で、夏目さんがいたかな。下下って、どうしようかなと思って、コミの方行こうとしたら、すれ違ったから怖いから一旦抜けようと思って、抜けようと思った時に、ゾニキさんと先すれ違って、で、藤宮さんとピカクロさんとすれ違って、O2 で1個足す、ゴミ捨てやって、で、メッドベイの方まで行きました。うん、ああ、上から行ったんだ。はいはいはい。カフェからメッドベイの方に行ったのか。うん、なるほど。だからぐるーって回ってってことですよ。うん、ウェーポンのタスク、ちょっと、怖いから、後にしとこうと思って。だいぶ動きますね。別に O2 になってるから、その行動の、まあ、広いからは。うん、そうそう、右に人は寄ってるだろうなと思ったから。僕視点思ったことなんですけど、はいはい、トの字のアベレージさんがストレージから来て、そうだからだいぶ入った後に、夏目先生が最後、下がってきて発見までの時間が結構短いんで、アベレージさんなのかなって思っちゃいます。うん、ああ、わかる、それは。うんうん、夏目視点も、いや、2人ぐらい来てたよね。アベレージさんと、誰だっけ、うん、それがサントスさんでしょ、うん、うん。黄色、オレンジ、赤にはいそうだね。一の石には。っていうか、うん、僕、あれじゃない、なりますね、僕、できなくないカメラで。はい、あ、ごめん、先、サンタさんに向けて言っとくと、ゾニキさんとピカさんと、藤宮さんすれ違ってるから、僕がその2人を追い越さないと、藤宮さんをキリできないから、あと、カメラ情報で、僕の侵入経路は、あと、トの字しかないから、ストレージに行く。そっかそっか、うん、はいはい。失礼、どうぞ。ごめんなさい、全く同じこと、うん、サントスさんが、そのさっきの3人挙げたのって、藤宮キルなのか、中野アルマを踏まえた、キルなのかっていうのを聞きたかった。あ、中野アルマの方がセンターさんはありえるかなって、藤宮さんは無理かなって。うん、絶対違うか、今。藤宮のキルをしおりたくて、サントスさんが言ったのは結構誤解されやすい情報を言ったから、ちょっと聞きたかった。でも、そっかそっかって言いませんでした、ね、今。うん、今納得はされてたよね。うん、まあ、そう、センターさんの説明聞いて納得したから。ね、うん、ってことは、下位置、違う、まあまあいいか、はい、すいません。下位置ってストレージが、どっちでしたっけ？ストレージの右。ストレージとシールドの通路がある、
出るところぐらい、本当通路の横ぐらいで死んでた。ゴミ捨ての本当になんか上の上って感じでしょ。そう、上の上って感じ。どっちでしたっけ。が、確か藤宮さんだよね。アルマさんの死体値がまず分かって、うん、私にお聞きしたいことがあって、まずベリーさんにお聞きしますが、ストレージに右左どちら方向から入られたんですか。僕 O2 ナビっていう順路で通ってて、でアルマさん、そうですね、右です、はい、っていうのと、アルマさん右で見てます、はい、もう一点はアルマさんの死体値を漠然とでもなんか共通点なんか持ちたいなと思いながら、右側じゃないか、右側でしょ、多分私が、もう右なら分かるんですけど、どの辺がナビか上っぽいじゃない。いや、だってカメラ見てるから、ウェポンはないっす、ね。ああ、確かに。ウェポンの上だったらあれだけど。アドミの情報さ、直前まで見てたでしょ。アベレージさんと。あ、僕、うん、あ、そうだ。その情報から照らし合わせたらいいんじゃない。そうですね。確かに。ナビあったかな、うん。とりあえず私、藤宮さん切る、アベレージさんが夏目さんしかできないかなっていう結論になってます。位置的にどうですか。はい。うん、夏目さんが嘘ついてる場合は夏目さん黒なんで。ピカクロスさんはシールドにいたピカクロスって。そう、ね、シールドにいた。あ、行っちゃう？マジ？あ、私多分スキップ入れました。夏目もスキップ。頑張ってください。あ、入れてないかな、どうだろうかな。いい流れなんじゃないこれ。押したくねえ、ここ。夏目さん押してましたよね、確か。ああ、あのね、自分がスキップに入れた理由を端的に説明すると、自分はボタンを押してるから、皆さんがロラって硬い石を持つんだったら、夏目からロラがいいと思ったから、そういうわけでもないらしいから、スキップ。そう、あ、私もすごい迷って、あのアベレージさんに入れて、なんか最初入れて、なんかその後スキップに移行したと思ったんですけど、アベレージさん入ってたかもしれないです。多分アベレージさんと夏目先生の2票ですね。まあ2票しかなかったか、ね、うん、じゃあ切り替えられてなかったかもしれないです。で、あのロラーするのかどうかっていう方針が決まってないところで、まあ、釣りに行くのはちょっと早いかなと思ったんで、まあちょっとそういう発言しました。個人的には次夏目先生よりピカクロスさんの方が位置的にはと思っちゃうけど、まあ、私はね本当にシールドから動いてないっていう感じな、停電中動かなかったんですよ。ねごめんなさい、三藤さん今なんて言いました。いや、夏目先生とピカクロスさんをどっちか、あ、夏目先生もし釣るって話があるなら順番、うんうん、まだ釣らなくてもいいと思ってる、7人だから危ないから釣ったらアベリーさん釣らなくてよかった、ピカクロスさんに聞きたいんですけど、うん、停電になる前、自分アドミン見てて、シールドが3210って消えるのを見てるんですけど、うん、シールドになる前もシールドにいました。あ、停電になる前もシールドにいました。停電になる前にシールドにいて、それで向かおうかなと思ったんだけど、はい、停電になったから分かりやすい位置で待ってようと思ってシールド内に待機した、戻ったって感じかな。自分の記憶違いだったら申し訳ないんですけど、シールド消えたタイミングが一瞬あった気がするから、ああそうだからそれはね往復してるから多分それで消えたタイミングだったと思ったと思う。ああ、一番まずいのが停電最中廊下でキルされるのが一番まずいから戻ったって感じかな。ああ了解です、それかです。それだったらあと私、ナビシールドストレージで、最終エレクトリカル停電直してて、藤宮さんとストレージあたりですれ違ってるんで、アベレージさんと私と、藤宮さんかもしれないさん。白黄色ペアは、あ、釣るの？あ、マジ釣るのか。じゃあピカクロスまで絶対にローラーしてください。ピカクロスさんまでローラーしてください。うんうん、わかりました。お楽しみましょう。いったんじゃねこれ。いったなこれ。よし、あぶねえ。ナイス。まあバグっちゃったかな。おっとっと。ナイスファイト。ナイスファイト。ああ、ジジイ、お疲れ様でした。赤黄色オレンジだったか。ああ、ドキドキした。
あれ、ストレージはセンタンさんが殺してそのまま右です。いや、ピカさんです。私です。でゾニキさんが僕とすれ違った直後なので、アルマキルがセンタンさんですが、ちょっと右からそのまま来て殺してるか。ビルドにいるからストレージで殺して、夏目さんの後ろにアベレージさんいるなら、アベレージさん、いやーもっとピカさんからって言えばよかった。申し訳ない、もっと言えばよかったな。アベレージさん、てかあのアドミン情報の、そうですね、アドミン情報が黒くなっちゃったから、あーでもしょうがないけど、そう、アドミン情報が思った以上に不安定だったんで、これあの嘘つけるなと思ったんですよ。カメラのタイミングがやばかったんですね。僕が殺されるタイミングでついてなくて、その後についたんで、僕が弁当に入ってる最中、そうですね、先端さんです、先端さん、あナビゲーションで、まあ、今のロラって正直藤宮さんの容疑者を絞ってだから、まあ、藤宮さんが何をできたんなら、ね、ピカさんから釣るの方が、うん、っていうか、まあ、7人は釣らない方がいいか、まあ、ペアか、まあ、うん、そうですね、まあ分かるんですよ、私、まあ、アベリーさん釣っちゃったからしゃあない感は、うん、アベリーさん釣っちゃったのがちょっと早かったかも、うん、申し訳ない。そういや、僕もアドミン情報落としてなかった。ピカさんから釣るって選択肢はあったと思うんですけど、ありましたね。結局どういうロジックでピカさんに票を集中させるか、私ちょっと写真が描けなかったんですよね。何キル容疑するんだみたいな、両方できる位置だからみたいな。そう、私それぐらいだけど、何もふわっとした理由の、そう、ふわっとしてるんだよね。そう、ふわっとしてるんだよ、ね、確信が、そう、夏目さんと阿部さんどうしてもやっぱりアベレージさん釣るのもそこまで確信はなかったのかなと思うんですけど、まあでも心理的に結構アドミン情報がふわっとしてたんで、まあ、カメラ位置的に的に武雄さんもおっしゃってましたけど、うん、下位置通りよねっていうのは、あれもそうか、まあ、夏目さん、でも夏目さんのセルフって、私だってね、部屋に2しアドミンに2人置いてすぐやったらバレバレなのに、もカメラで見られてるから、で、これ即レポだから、あ、でも、あ、でもな、インポーターが2票入れてるから、もうその時点で結構コントロールしやすい場面だった、ちょっと場面だった、そう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 、まあ、お見事でした。いやー、うまい、いやー、はい、うまい、ピカさんとリベンジできてよかった ね、 ね、よかったですね。そう、最後にあの、行きましょう、ダブルキル行きましょうってのも分かってきてくれてありがとうございました。レポート連打するだろうからめっちゃ怖くて、なんか一瞬出てましたよね、あのレポートの、まあ同時で画面も、そう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 、なんか死にながらレポートって死んでる扱いなんで、キルできてるって扱いになるんですよ、うん、じゃあちょっとキルした人をレポートしたのか、じゃあレポートした人をキルしたのか、いやもうなんかあの時点でカフェに残ってる2の2ローだから、もう下回りで行こうかって私思いました。なんか上回りで待機してるから、下回りで行ってボタンを押してやろうかなと思いましたけど、で、ね、2人行ったら死んじゃうから難しかったです。いや、初手からインポスター勝利、あ、そうですね、熱いっす、熱い、いやー、熱いっすね、いやー、だって藤宮さん霊界で寝てましたからね、寝れるわーって。